京国氏は日本の武家の一つ。本姓は源氏。宇田源氏の流れを組む大見源氏、佐々木氏の別家である。京国氏の源流である佐々木氏は、鎌倉時代以前より大見にあり、大見源氏とも称された家系である。鎌倉時代に、大見多数家国の死後に任じられていた、佐々木信綱は、四人の息子に、大見を分けて継がせた。このうち、江北にある高島郡。 一香軍、浅井軍、酒田軍、犬上軍、愛知軍の六軍と京都の京国高次の館を継いだ四男の死神を祖とする一族が後に京国氏と呼ばれるようになる。なお、この時に、江南を継いだ三男の安綱は、佐々木宗家を継ぎ、六角氏の祖となっている。長男の茂綱と次男の高信も酒田軍、大原将と高島軍、田中号を相続。 それぞれ大原し、高島氏の祖となった。足利高氏に仕えた佐々木同様の活躍により、京国氏は室町時代に出雲、沖、飛騨の守護を代々務め、知識の一つとして繁栄した。応仁の乱の後は、家督争いや浅井氏の台頭により衰退したが、京国公事、高知兄弟が、戦国時代に織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えて、 家を再興し、戸様大名として、若狭国主、単語国主となった。各家共に文法を、天法、海役はあったが、共に、明治維新を迎え、家族に列せられた。当初は特に当理事として定着しているものはなかったが、京国高氏が、鎌倉幕府の執権、北条高時から変化を賜って、以降、歴代当主及び一族は代々、こうを用いるようになる。 それから間もなく、室町時代中期頃になると、足利将軍家から返記を賜う関係によりその、監修がやや崩れかけていたが、京国高清が、第十一大将軍、足利義高から、孔の字を賜ってからは、再び、孔が、通字となり、現在に至っている。詳しくは、孔述の経図を参照のこと。鎌倉時代は、孔北六軍の児童であり、始祖の京国指針は、 鎌倉幕府の表情集を務めた。後を継いだ、総綱は、幕府が、朝廷に対し天皇の上位を促した、際の使者を務めている。鎌倉時代末期に当主となった、京国高氏は、朝廷で、ケビー氏、鎌倉幕府で五正番衆を務めていたが、現行3年に、五代醐天皇の臨時を受けた、足利高氏が倒幕の兵を挙げるとそれに協力し、兼部の申請に加わる。 しかし、剣務の申請は、武士の支持を得られず、剣務二年に、北条時行らが中仙台の乱を起こして、鎌倉を占拠すると、道与は高氏に従い討伐へと向かい、相模川で、時公軍の背後を奇襲し、勝利に寄与する。高氏が鎌倉に入り幕府設立の動きを見せ、朝廷が日大義定を総大将とする高氏の討伐軍を発すると、道与は高氏軍として、 吉貞軍と矢作川で戦うが敗れ、手越川らの戦いでは、弟の貞光も撃たれ、一旦は吉貞に下るが、次の箱根、竹の下の戦いでは、高氏方として、戦い勝利する。延元三年、略王元年、後代醐天皇らを吉野に寄った高氏が、京都で、寺明院島の光明天皇から正衣大将軍に、任ぜられて、室町幕府が開かれると、 道与は功績を評されて、引き付け頭人、表情集、万所執事、さらに、大見、飛田、出雲、若狭、数佐、摂津の六カ国の守護を務めることとなる。広告元年、略王三年、道与と長男の秀綱は、家臣が黄金上皇の弟である妙法院の御所の、総兵に殴打されたことを起こり、御所に火をかけて、県人寺を延焼させる。略寺は、 朝廷と幕府に二人の死罪を求めるが、幕府はこれを放置した。延暦寺がさらに強く抗議を行った結果、二人は、カズ国山部府へ一時流されるが、その道中は道々で主席を設け、宿で美女を持て遊び、流人には見えなかったという。南北朝時代には幕府に従い大覚寺等との戦いに参戦、昌平三年、上は四年の史上縄手の戦いで同様は二千余期を、 率きいて三次、楠木正幸軍を撃退するが、その後の戦いで次男の秀宗が撃たれる。昌平八年、文奈二年には、侍どころ諸子を務めていた秀綱が、京都を追われた、五子権天皇、足利義明ららを護衛している最中に撃たれ、昌平十七年、常治元年には、摂津神崎橋での戦いで、秀綱の子である、終戦兄弟が撃たれる。同与が亡くなると、 家督は三男である、高ーラ・秀と、当初名乗っていたタ秀が継ぎ、天授五年、攻略元年に起こった、攻略の政変では、美濃の時頼り安、芝吉幸と共に官僚細川頼りの悲鳴を求めて、大海で兵を挙げ、それを成し遂げる。タ秀の着手である、光仙は、父から継いだ、飛騨の守護職に加え、明徳二年に、山梨が放棄した、明徳の乱での活躍により、 出雲と沖の守護職も任ぜられる。高専の第二、京国氏は、史識の一つとなり、以後の当主は、出雲、沖、飛騨の守護に代々任ぜられ、侍所ころ諸子を務めることとなる。また、高専の弟である高くは、大海の天子号を分け与えられ有力諸子家となり、後の戦国大名天子氏の子祖ともなる。もう一人の弟である、修益は、 出雲の神事座と分け与えられ有力諸子家となり、後の戦国大名神事氏の思祖ともなる。京極氏に関しては、一部の資料を出典として、室町時代に大見国の反国主語であったとする説がある。だが、京極氏の古文書が収められた佐々木文書には、出雲沖、飛田以外の守護部人に関する文書は確認できず、また、室町幕府の記録からも、六角氏が、 大海国の守護であったことが確認できるため、この説が事実ではないことが判明する。ただし、京国市が江北地域に広大な所領を有してそれが守護不入扱いを受けていたこと、守護が利害関係者になっている所領が施設巡行の対象になった場合に、隣国の守護が室町幕府よりその国の守護に代わって巡行を命じられるケースがあるが、 近江国では、そのような場合には、京国氏がその役を任せられるなど、守護に匹敵する待遇を与えられていたことも、事実であった。一方、守護である六角氏の立場からすれば、京国氏の存在によって、近江一国の安定した、統治の確立が不可能な状況に置かれており、六角、京国領、京国氏が近江守護になるのは、王人の乱で、室町幕府と六角氏が対立し、 京国持清が六角高頼に代わって守護に任じられた文明元年のことであり、祖である佐々木道与が務めて以来約130年ぶりのことであった。その後、当主は高光、持高、高数と続き、それぞれ侍所書士として室町時代に頻発した乱の鎮圧に当たる。高数の後を継いだ持清は応仁元年に 足利将軍家の家督相続などから生じた、応仁の乱で、一万余家を率いて東軍に属し、京都で戦い、翌年からは、大江で西軍の六角高頼と戦い優勢を得るが、その最中に病死する。持ち義の長男の勝秀と次男の正光は、すでに亡くなっており、孫で勝秀の着手と考えられている。孫道寺丸が当初、はじめは、政形が高清を大江から追放し、 出雲、沖、飛騨の守護職を得るが、成形はその後の六角氏との戦いに敗れ、朝税の命令に従わなかった出雲、沖の守護代である、天子恒久を追放するも、逆に、出雲の拠点であるガッとダチョウを奪い返されたと、伝わる。その後、大見で高よとの争いに敗れ、追われた成形と長男在住は、恒久とは僕して、出雲に拠点を移したと考えられており、 永正五年に、在州の子である孫、吉童寺丸へ、京国主の家督を譲って亡くなるが、吉童寺丸の以後の行方は分からず、出雲は、天子恒久が事実上を領有、戦国大名となる天子氏の領国となる。当主の座を得た高清は、大江にあったが、その後継をめぐって、次男の高吉を押す高清らと、長男の高弘を押す浅井助政らの間で、争いが生じ、高清は、 助けまさらに破れて追放される。すぐに高清は、助けまと和睦して、広北へと戻るが、これを境に、広北の支配権は、浅井氏に奪われたと考えられている。ただし、一回の小国人に過ぎなかった浅井氏による、広北支配も順調ではなく、なおしばらくは、京国氏を名目上の死後と仰ぐ時代が続いた。だが、永禄三年に、 浅井県政の六角氏との断交を機に、京国高吉が復権を格索して、六角氏と結び挙兵を加わらてるが、失敗して、広北を追われ、京国氏の広北支配は、完全に幕を閉じた。高広の子である、京国高成は、国衆として、足利義明の近所となった。再興された、京都の室町幕府が、貧後国共に移されると、将軍家に従い共に移る。 もうりてるもとの確証として働いた。やがて将軍家が、関白、豊臣秀吉の命により、紀内に戻ると、それに従って戻り最後まで義明に仕えた。また、高成の息子は、義明の一時を受けて、京国明星と名乗っている。義明没後は、高成、明星、東古どもに、小早川や、秀明に仕えたが、江戸時代初期に、終戦が死しなくして没したために、 小早川家が開役されると留遇した。高吉の子である工事は初め小田信長に仕えるが、天正10年に本能寺の変で、信長が明智光秀に討たれると光秀に属し、山崎の戦いで光秀を討った橋場秀吉からの追及を受ける。しかし、姉妹の龍子が秀吉の側室となったことから許され、天正12年に大見高島軍の2500国を与えられる。 その後は、画像を重ね、天正十四年には、高島軍五千国、翌年の九州征抜の功により、大見大水土城一万国で大名となり、天正十八年の小田原征抜の功により、大見八万山城二万八千国、文禄四年には、さらなる武功により、大見大津城六万国へと封じられる。一方、弟であるは、当初から秀吉に仕え、天正年に、 大海加も軍を戦国、文禄二年に、品の国稲軍六万国、翌年には十万国に加をされる。慶長五年の関ヶ原の戦いでは初め西軍に、属するが、途中から東軍へと寝返り、大津城にこもる。そして、攻め寄せた西軍の大軍勢一万五千を相手に、激しい牢城戦を行い、ついに攻めてを関ヶ原へと向かわせなかった。この功によりは、 戦後、家康から若さ一国を与えられ、若さの稀勢山城八万五千国へと数をされる。翌年に、高島軍七千百国も数をされ、九万二千国を、領有、オバマ藩の成立につながった。秀吉の死後は、兄のよりき大名となっていた弟のコーチも兄の、家老とともに、家康に従い、東北に出兵して、 関ヶ原の戦いにおいても最前線で功を挙げ、丹後一国を与えられ、国持ち大名となり丹後神を称すことを許され、丹後宮津城十二万三千国を領有、宮津藩の成立につながった。京国公選の次男、京国公数に始まる家、公数を初見として、代々の当主が、加賀守を名乗ったことから、この名が定着したようである。おい、国持ち高の後を受け、 孔数は、京国家の家督となったが、時代京国家当主は老いである京国持ち、清の血筋に戻ったため、孔数の嫡男、京国の利久は別に家を建て以降の宗家を支えた。この家は、室町幕府においても、京国別家として重んじられ将軍家から、新たに所領も配慮し、時代京国政数とも、将軍、足利義政より一時を賜う、以降も続いた。 幕府内で活躍したほか京国氏の主たる両国である、出雲においても、倉地氏と共に、宗家の代理として活躍した。応仁の乱以降は、後輩する京都を離れ、出雲に拠点を移す。戦国大名として台頭した天子氏からは、新寺氏と同じく後一門州として交遇されたため、新氏、天子氏の他の両国で、上忠氏を務めるなど活躍した。 主家である甘腰没落と運命を共にするもの,の、の江戸時代まで松江半々主として家計を残した。京国高秀の次男、京国光秀に始まる家、摂津の文軍守護家である。京国高氏は摂津守護になったが、その解任後も、野瀬軍と川辺軍北部の文軍守護は維持した。時代の京国高秀も、この摂津文軍守護を兼ねた。 京国家の総領が、高秀の長子である、京国公選に決まると、摂津文軍守護は、自死、京国光秀のものとなり、光秀の子孫に継承された。ただに館を構えたため、京国忠家ともいう。代々の当主が、助渡森を名乗ったことから、助修家ともいう。京国高久に始まる家、大海山古の地を本願地とする。京国氏の有力一門として、 室町幕府に仕え戸山州に列し、時に将軍家に禁じした。当主は宮内省有を代々称す。方向州その所流は出雲で甘腰となった。京国衆駅に始まる家、出雲神事の地を本願地とする。京国市の有力一門として、室町幕府に仕え戸山州に列し、時に将軍家に禁じした。当主は、 兵部昭裕を代々称す。方向集。その初流は、出雲で、新寺市となった。京国高氏の次男、京国秀宗に始まる家。大江の高橋に館を構えたため、京国高橋家ともいう。この京国家は、秀宗の弟の,弟の甲羅高秀に、京国家の家督の地位を譲り、宗家を支える、有力諸子家となった。当主は、三河守を代々称す。 京国宗内の諸子京国自慢に始まる家、奉公集。その所流は、出雲で、倉知氏となった。工事流、編集工事は、慶長14年に47歳で死去。息子の忠敬は、大阪の陣で功績を挙げ、越前鶴ヶ軍一軍を、さらに数をされる。また、徳川将軍家より正室を迎え、官営11年、室町時代にかつて、 京国氏が主語として世襲した、丘陵国の伊豆も、沖の二カ国26万四千国へと、数像転望とされた。しかし、忠敬は、寛永14年に、着手のないまま旧史、末期用史に、老いの講和を望んでいたが認められず解決されかけたが、工事の功績により存続を許され、講和は、針間達野藩六万国へと違法言法、さらに、 佐ぬき丸亀藩六万国へと転法となる。丸亀藩は飛び地として、大海の一部も領していた。講和の子である高豊も40歳で休止したため、着子の高持に五万千国を、諸子の交通に多度津藩一万国をそれぞれ継がせることになり、高持は三歳、交通は四歳で藩主となった。高持、交通の成人以降は安定した時期が続いた。 高持流丸亀で、明治維新を迎え、死尺に列せられた。高通流多度津で、明治維新を迎え、死尺に列せられた。高知流、編集高知は、着南の高広に、宮津藩七万八千石を、三南の高山に、丹後田辺藩三万五千石を、おいで、向こう用紙の高通に、峰山藩一万石を分けて継がせた。宗家は改役されたが、文家は、 大名として存続した。高広隆高広と着手で家督を継いだ、高国の間で争いが生じ、漢文六年に幕府により、海役、所領を没収される。その後、高国の着手である、高忠氏とその子孫は、孔家として幕府に仕えた。高三流の屋敷高三流高三の孫である、高森は、単語田辺藩三万五千国から田島と八日藩三万五千国へ。 天保となる。高森の孫である高弘は溶接し、高久氏が末期養子として一万五千国を継ぎ、明治維新を迎え死者に列せられた。郝通流一万三0 0 0国の大名として、丹後峰山藩で明治維新を迎え死者に列せられた。高持流の家徳を継いで死者となった、京国高森は、現在の北海道阿武田郡京国町に農場を開き、後に、 丁明の由来となった。また、高三流の京国高光と、高通流の京国光栄は、戦後に家族としての資格を失った後も、それぞれ俳人と、音楽評論家として活躍した。くつきのぶつなの子、京国高義の外孫、うち藤一新の子、牧野忠だしの子、京国高庭の子、松平忠だしの子、京国高木の次男、加藤秋マロの子。ありがとうございます。